おはよう。おはようございます。初訪問の方もありがとうございます。おはよう。パッパッパッパー、おはようございます。やっほー、おはきゅん、おはー、よいしょ、おはようございます。朝ツイートと同じボーダーを着てるかな。トゥ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 ルトゥ、よいしょ。おはおはおはは、その服好き？いや、これいいよね。結構ここら辺が首元が開いてるからこそ見えする。おはよう。おはです。よいしょ。なんか召喚か。よいしょ。あ、仕事場で見てる。やっほー。前に下ろしとこ。よし。おはよう。わわ、ボーダーシャツいい？いい。しかもこれ着やすい、すごい。しかもこの好きな袖や。シュッボーンみたいなやつ。いい。夜勤明け、あら、おはようございます。リップの色良き？なんか今日はさ、メイクの時に、あの、ティントのやつを塗っとって、それでそのまま乾かしながらメイクしてたから、すごい染み込んでる。全然つかない。ちょい濃いけど。おはよう。みんな、おは。おおおおお。昨日結構遅めに配信終わったけん、遅めに寝たけど、朝結構ちゃんと起きれた。普通に。眠とかならんかった。でもなんか夢見てたんだけど、また忘れちゃった。なんか夢見てたんやけど、記憶がもう吹っ飛んでいってしまった。何だったのかな。みんなは何時に起きたのかな。結構でもおはようツイート、私朝起きて直後ぐらいにツイートしたんですけど、うん、昨日遅かったから配信見れた。逆にね。なるほどね、よかった。いえ、いやいやいや、そう、袖が可愛いねこれ。夢覚えてないから健康的な生活偉い。いいよねこれを機にね、いっぱい休んで。てか昨日さ、ヘアオイルさ、あの、いつもお風呂上がって髪乾かす前にヘアオイルつけるけど、ヘアオイル変えたらめっちゃしっとりになった。ハンドハニーのやつめちゃくちゃしっとりになった。ええ感じ。なんかアホ毛が少ない気が。若干朝ツイート見てきました。見て見て。私ここのオニオンリングめっちゃ好きなんだけど、ユニバのあの車が前に止まってるハンバーガーショップのあれのオニオンリングやばいよ。もうザックザクよ。冷めてもザックザクよ。食べてほしいこれ。しかもフォーク刺すのうますぎ私。めっちゃザクザク。
ね、あの歯に良い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 、あんま使ったことなかったんだけど、初めて買ったんだけど良い。夢出演してくれよ、こっちからもう願ってるよ本当に。いつ夢でもデートできるのかな。オニオンリング食べようぜこのオニオンリングやばいよマジで。これは美味しいので、みんなに夢で一緒に食べたいぐらい。これ本当に美味しい。で、私ここのバーガー食べたことないんだよね実は。前もなんかアンナと行った時もなんか甘いの食べたからしょっぱいの食べたいけど、もうお腹は結構いっぱいだみたいな時にオニオンリングだけ食べたんだけど、ここのめっちゃうまくて、それが忘れられんで、オニオンリングまた食べに行った。これえ、琥珀の天使さん見てる？え見てますか？ちょうどハンバーガーの話をしてた。嬉しい。徳島行きたいんだけど、プライベートでは行ったこと1回か2回ぐらいかなしかないんですけど朝からオニオンリングの話してますね私。オニオンリングバーガー屋さんだと結構ある店が多いのかな。なんか今までオニオンリングってあんまりなんかモスバーガーとかでしか食べたことなかったんですけど。見てます、ぜひ食べに来てください。食べたいです、めっちゃ美味しそうでした。私実はこう見えて大食いなので結構大きそうなバーガーを拝見したので、行きたすぎますね。めちゃ気になってます。今度この徳島のイベントの時食べたかったな。食べれるかな、食べれないかなお願いして、マネさん、マネさん、マネージャーさんお願いしますマヒナさんは多分食べたことあるのかな食べたいな、寝顔。徳島ってなかなか行けないから、行った時に美味しいもの全部詰め込んで食べなきゃ全部食べなきゃ。3人で分けて食べた。あ、このオニオリングはあれ、ママと食べたやつです。ママとの旅行の方ですね。あの服がこれの時はママとの旅行。巻き髪合うねこの服、今思うと。巻きもいいな。今日ポニテもしたい気持ち、昨日できなかったから今日ポニテしたい気持ちもあるんだけど。やっぱまひなさん行っとんや、いいな、行きたいな。なんか運命かもしれないですけど、まひなさんとペンライトカラーが一緒なんですよ私、田中美穂。グリーンとオレンジなんですね。なのでもうこれはなんかもう徳島代表かな、2期生の徳島県出身いないので私が勝手に言うんですけど、いいですかね。勝手に私はもう徳島県代表の2期生として顔、そういう顔をして立っときますけど大丈夫ですかねそうしようかなと思ってるんですけど、だって前にもなんか徳島県警さんのお仕事も呼んでいただけたりとか、結構ツアーでも徳島に行った方なので、これは私徳島代表かなみたいな。いいんじゃない、福岡県と徳島県、一緒一緒ゴロ一緒、長さ一緒だからねいや兵庫県も行きますね、ありがとうございます。徳島福岡一緒だあ、認めます美味しいものいっぱい食べなきゃ、そう食べなきゃ、食べてまたあの観光できるようにみんなが紹介しなきゃですね。あの徳島県はくるくるなるとっていう道の駅には行ったことあってとか、あと大塚美術館もちゃんと見たんですけど、すごいなんか美術もあるし美味しいものもあるしって感じで
くるくるなると、しかもなんかめっちゃ楽しかったんだよね。なんか食べるだけじゃなくて、なんかすごい楽しかった思い出があるので、行きた、またいろんなとこ行きた。あーすごい、あのちょっとミートしようかな、ちょっと待ってね。よし、そう、食べてその件を理解そう、やっぱその件を知るにはそこのね、みんなが食べてるものを知らないとねそう、次はどこに狙いを定めて旅行に行こうか迷っておりますね。うんうんうん、みほりんかわいい、あ、貝見えてますねありがとうございます。ココアちゃんが名古屋名物募集、あ、してましたね。そうね、してたしてた。でも私も名古屋実際あのプライベートで行ったことないから、うわリップできないわって悔しい思いに駆られた。まだあれも食べたことないし、ひつまぶしも食べたことないし、あんかけスパゲッティも食べてないし、本場で手羽先だけあのケータリングというか差し入れ食べたことあるんですけど、ピオリンも食べたことないし、食べないといけないのがいっぱいあるんですけど、あとなんか辛いラーメン、なんかさラーメンも有名だったよね、なんだっけ、なんかラーメンも有名だよね。鉄板ナポリタン、うわ最高。私ナポリタン食べるときめっちゃ鉄板がいい人なんですよね。レトロな喫茶店とかにあるやつ。あ、台湾ラーメンかな、わかんない、そうかな、辛いラーメンは。でも自分が食べてないからさ紹介とかはできんないけど、食べたい。なんか私に刺さるものが結構ある。小倉トーストとか、小倉トーストはまあ米田とかでも一応あるっちゃあるから食べられるんだけど、本場のなんかチェーンじゃないモーニングとかも行ってみたい。うんうん、あ、ベトコンラーメンも前聞いたよね。私なんかファンの皆さんに聞いた気がする。食べてみたい。甘辛い味濃いの好きなら名古屋飯好き、あ、好きかもしれない、もしかしたら味濃いの最近ちょっとだけ味濃いのよりちょっと薄まってきたんですけど、田中も年かな年かな、なんだけど、そうだそうだ、え、鉄板ナポリタン調べよう、名古屋。あー、そういうことね、卵、そういうことね、美味しそう。オムナポリタンみたいな、美味しそう。こういうなんか喫茶店のこういうレトロなナポリタンめっちゃ好き、大好き、食べたい、美味しそう、美味しそう、美味しそう。めっちゃ出てくる、検索しただけで。このお店美味しそうですね。あーね、美味しそう、すごいいろんな、あ、これ美味しそう、ここのお店美味しそう。ここ昭和喫茶ロマンス、かわいいしかも、すごい行きたいし、カノンさん会いに行きたいんやけどカノンさん会いに行きたいんやうんうん、アイスコーヒーの氷がコーヒーの喫茶店、ほうほうほう、薄まらんってこと。自分は味薄め好きやから長いし、あんまり使う、やばい、あ、でも近づいていってるわ。私も前よりなんか濃いものが食べれんくなって、この前サラダチキン食べた時に、実はあの普通のサラダチキンコンビニとか食べた時にもう3口目ぐらいから、え、しょっぱいってなってきて、おばあちゃんなのかな、私大丈夫かな、でもしょっぱめだよね結構あれは。3口目からしょっぱってなってきて、もう半分しか食べれなかったの、その時ちょっと濃い味好きだったのが
変わってきてる、もしかしてもしかして変わってきてるか。結構最近の出来事なんですけど、これなんかでも一口目でもあちょっとしょっぱいもしかしてって思いながら食べたんだけど、そうなんか途中からしょっぱくて食べれんくなったけん、もう年でも好きな人に近づくみたいな、なんかね最近そう思うことが多い。コメダの豆菓子もしょっぱって感じながら食べたし、しょっぱってなるものが多くなってきた前よりも。ルンさんだるまありがとう。やばい大丈夫かな。本当はじゃない、前は好きだったのにちょぱってなってしまうかもしれない。名古屋行って、明日の夜から名古屋出張、すごいいいな。なんか私そういう出張あるお仕事いいなって思うんだけど、他県に出張のある仕事。なんかパパとかも結構行ってたけど、なんか結構もっとちっちゃい頃とか私がその時にいいなーって、出張だからお仕事なのになんか旅行みたいな、私はね勝手に気持ちになっていいなーって思うんだけど、私たちも一応出張のあるような仕事かもしれないんですけど、出張楽しそう、旅行みたいな気持ちで勝手に見てるしょばーあ、さけんさんおはよう、やっほー。営業職で各地の美味しいご飯食べれるのね、めっちゃ羨ましいんだけど、ついていきたいその人に、補助だけする荷物持ちとかはするけん、一緒にご飯食べてほしい、そこの各地のおすすめのご飯。すごい面白いアバターの人いるね、今気づいたんだけど、すごい人の顔みたいな、全員結構人多いんだけど歌舞伎役者みたいな、すごい。そんな細い腕、いや見たまえ、見えんわ。私ここのどこだっけ、どうやって見たら出るんだっけ、こうやってした時、あ筋があるんですよ結構。こっち見えんかな、こっちはもう分からん、こっちはもう分からん、なんでだ、ほらこれムキムキただ筋が見えるだけなんだけど、ちょっとほらムキムキだよ、任せんしゃい任せんしゃい、持つよ、いい腕しいい腕ですか。ただこれは骨格的に筋が出やすいだけな、いよ力強いよ分からんけど、食べるためなら荷物持ちます、それな、私も持ちます、うん、持ちます、お互いに持って結構だってこの前とかもめっちゃ大荷物を持って30分ぐらい歩くとか、今日結構歩こうかなってそういえば思ってたけど、歩けるかな。昨日も若干だけど、まあ、車移動の割にはちょっと頑張って、はここ歩数増やそうみたいな思って歩いたりとかしたんだけど、でもまあ5000行ってないね、昨日は4700だった。今日は営業8000は行きたいな。あらららら、喧嘩な、よいしょ二人とも荷物、誰の荷物を持っとるみたいな状態になる荷物。でもすごいドラマとかで見るカレピが荷物持つのすごいと思う。でもさ、なんかちっちゃいバッグとかは自分で持つべしとは思うけど、そのなんか一緒に買ったものとかだったら一緒に持ってもらってもありがたいなと思うかもしれないけどね。自分のショルダーバッグとか、
クランチバッグとかクラッチバッグ、ちょっと分からない、ごめんなさい違うわ、ボストンバッグとかの大きい荷物とか、自分はな、そんなのもなんかドラマとかだったら持ってくれてるよ。確かに一緒にスーパーに買い物行った時の荷物最高だね。え、それを分担して持ったりするのはめっちゃ良さそう。それはいい妄想はかどる。あげあげ妄想はかどりますね。いいですね。うんうんうん、今妄想中、ここに黙々私はあーね、お水とかお米、あーいいですね。私はじゃあお菓子とかの軽い方になる軽い方の野菜ももと。森田茂さんハートありがとう。すごいパパラッチされてるまるちゃん、違う、まるちゃんの友達のお父さんでしょ、このアバター、なんだっけ、たまちゃんのお父さん。ペタペニプリさん結婚してありがとう、喜んでだよね、これね。あ、面白いアバターの方また増えた。何このアバター、なんで歌舞伎役者、何面白いんだけど、なんか面白いアバター増えた面白、うん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 、まだ小さい子供が僕も手伝うって思ってくれる世界。なるほどね、それかっこいい男の子だな、僕だって。お、仕事行ってきます、いてらー、ファイティン、ファイファイファイ、待ってます、お帰りを言うためにおはみほ、おは、おはよう、よー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 、あ、たまちゃんのお父さんカメラ持ってて跳ねるの気に入ってます。あ、なるほどね、そっか、ギフト投げて跳ねるからね、カメラで撮ってるみたいな。すごい、これおもろい、めっちゃいいですね、これインパクト残るアバターだね。初見さんありがとう、こちらこそありがとう、すごい面白い、いいな、それとこのなんか歌舞伎役者みたいな人の面白いですね、いいと思いますいいと思います、うんうんうん、よいしょアバター何でも変えてないですか。まあね、あんまなんか忘れちゃうけどね。私もこの前ゆっかわさんのやつで、ゆっかわさんの配信で馬に変えたくらいだもんな。そうだよね、でも結構 STU アバターとか出たりとか特典でもらえたりとか結構あるけん、なんかいつの間にかアバター溜まってるけどね。うん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 、今日はめっちゃ晴れてます。本当？そうなんだ、暑いのかな寒いのかな。昨日さ寒いって言われてたけど全然暑かったんですよね。だからどうなんだろう。朝ごはんまだ食べてないですね。朝を食べずに朝昼をくっつけたいなという作戦でいつもいるんだけど、最近その作戦結構 なってるんだけど、昨日もだって何も食べずに行って朝ごはんっていうかにソフトクリームを食べに行ったんで、今日の気温を調べたいと思います。天気今15度、うーんうんうん、涼しい涼しいぞ。でもお昼は20いっちゃうんだね、21度とかになっちゃうんだね。てか日の入り17時半なんだ、早っ。へえ、ちょっとこれはウォーキングとかに良さそうな気候じゃないですか。
1万歩行きたいな。1万歩行けるかな、今日無理かな、そうかな、うーん、歩きたいな寒いから汁物作ってなとか。あ、でも私も昨日ママがなんか一昨日ぐらいからなんかおでん食べたくないみたいな話題になって、おでんのに使う具材を買ってたんですよね、もうすでに。で今日食べれるように昨日ママがおでんを仕込んでくれてますね。多分今染み込み中おでんだからそれをお昼に食べようと私は思ってる。おでん楽しみ。おでんはいつもなんか食べる日の前日ぐらいにママが、前日の夜とかぐらいから作ってくれて、それで次の日から食べ始めるって感じなんですけど、そうちゃんとお餅入りのねやつ買ったり、練り物買ったりとか、私あとなんか豆乳揚げだしみたいな、なんかそれ練り物最近好きなんだよね、ふわふわのやつとか、そういうのを結構入れてもらって、丸天とか五宝天とかちくわとか、あとは厚揚げ、あと今回うずらの卵食べたいと思ったら、うずらの卵入れてもらう予定。あ、大根ありますよ。はんぺんないですね。はんぺんあんまり食べる文化なくて入れてないだね。でしかも今回餅巾着じゃない、なんか餅巾着の近くなんか餅の何だかな、餅が入ってる何かがあったんですよ。ちょっと見せますね、食べる時に写真ね。で餅入りの何かって楽しみ。服見てたらシマウマバーが食べたくなるシマウマバー美味しいよね、パリパリチョコ。昨日食べたバキチョコみたいなアイスもシマウマバーのあのパリパリのチョコをバキバキぐらいの分厚さにしたって感じの味でした。ちょっとシマウマバーのミルクアイスよりはちょっとミルク感は減るけどみたいな感じ。シマウマバーめっちゃ好きで、ちっちゃい頃めっちゃあの箱じゃんあれ、箱だから頑張ってダダコネって買ってもらってましたね。でも安いから結構あったんですけど家に。そうバキチョコ、チョコ感強めで、でもちょっとミルク感は弱めって感じだから、チョコを楽しみたかったら食べていいと思うけど感じかも。コスパはいいので、ね、でも昨日もさ、なんか目薬が買いたくってドラッグストアに寄ったんですよね。そしたら私の大好きなパリパリサンドというアイスがですねありまして、しかもめっちゃ安かった、98円とかで売ってたんですよ。こんな安かったっけと思って、なんか前はなんか入手困難すぎて全然もう値段も見ずにとりあえずあったら買ってたんですけど、最近結構見かけることが増えて、ウォンツで98円で売ってたんですよ。安っって思って、だってこんぐらいあるアイスなのに安っと思ってめっちゃ誘惑だったんだけど、その時あのまだあの家に帰る時間じゃなかったから、でその時はもうアイスいらないって感じだったから買わんかったやけど、ちょっと今度はそこに買いに行きたいなってぐらい安いなと思った。そうアイスとかめっちゃ安くってびっくりした。なんかお菓子はまあスーパーと一緒って感じやったけど、そうドラッグストアアイス穴場だなと思ったちょっとそうドラッグストアにわざわざアイス求めていかないやん、みんななんかのついでで、あアイスあるぐらいで買うやん。だけどめっちゃ在庫があったのよね。だからパリパリサンド今年食べてない、そうあーって迷ったけど、まだ3周年コンサートあると思ってやめた。3周年ライブか、3周年ライブもあるし、マイカーの公演もあるから、マジ戦った誘惑と。で昨日も筋肉痛とも戦いながら背筋もできました、背筋とストレッチ。だから今日も無事まだ筋肉痛が残っています。筋肉痛に筋肉痛を重ねてる気がするんだけど、私すごいそんな感じが自分ですクロス塗る。いや頑張って。
って我慢しました。すっごい、ま、マジ戦ったんですけど。パッパッパッ、よいしょ。あー、今日は TOEIC の日。昨日なんか今日は何の日って調べたら出てきたわ。 TOEIC もう受けたの前すぎて覚えてないね。なんか高校生の時になんか学校でみんな受けさせられたんですけど、全然記憶がないからあんま良くなかったんでしょうね全然良くなかったんだろうな、多分分かんないけど、なんかあった気がする。 TOEIC と、あともう一個なんか受けさせられたんだけど、何だったっけ。受けさせられたってやばいけど、英語のなんか試験受けさせられたんだけど、すごい記憶に残って、それだけのためになんか休日土曜日とかだったけど行った学校に。何だったかな。トーフル、あ、いや、どうだったかな。なんだったっけ。英検はなんか自分たちで個別で受けてみたいな感じだったけど、もうすでに持っとるっていう方が多かったんだけど、何だったのかな。でも全然覚えてないよ。トーイックって確かにトーイックだよね。今日10、19だから確かに。めっちゃ語呂合わせうまい。トーフルなのかな。じゃあトーイックだけかな受けたの。なんか英語がめっちゃ強い学校っていうか、そんな感じのやったから、英語の試験はめっちゃ受けてた気がする。あれだよね、なんか TOEIC は就職とかに使えるみたいなんだったっけ。どうだったっけ。なんか聞いたことあるけど。ネックレス短くね。え、美穂理系、いや文系に一応行こうと思ってた。だけどでも文でも理でもないなみたいな感じだったんですよ。私英語しかできんみたいな感じだったんだよね。だからすごい迷ってて、分離分かれる前にこっちに引っ越してきたから、だからね、分離分かれるっていうか本格的に分かれる前に引っ越してきたから、あんまり明確には決まらずにこっちに来たんだけど、嫌な。だって高校の入学試験の時も入試の時もうすっごい英語はできた記憶あるのに、他の教科記憶ないもんね都合悪いこと記憶から消してるんかな私。なんか全然記憶ない。あ、数学がボロボロだったのは記憶あるけど、数学本当になんかあれ大丈夫半分取れてるみたいな記憶なんですけど、でも受かってるからよかったって思うけどそう、なんだったっけな。いや英語ペラペラとかじゃないです、あの教科書英語が得意なんかあの利己知的英語じゃなくて教科書英語が得意でした。今はもう何も得意じゃないですけど、勉強全然できなくなっちゃったけど英語日本人だからいらないと思って勉強しなかった。英語できなさすぎた、やば。英語なんかでも英語だけじゃ足りんから英語ともう一個みたいな、先生は高みを目指して言ってきてたけど、今からの時代は中国語とかも勉強したらいいんじゃないとか、そこまで気は回らんそんな気は回らん。英語だけで精一杯でした。ケマツラさん可愛い、ありがとう。現代文できたから、そうだね、日本人だからね。そうね、現代文ってなんかしかもさ、なんかなんていうの、勉強しなくてもというか、なんかその人のもう感性じゃないけどさ、読み取ればなんか文章読み取ればできるみたいなとこない？なんかそんな感じしません？なんか
いけちゃうよね。そんな勉強、めっちゃ勉強したらもうめっちゃいけるけど点数みたいな。あるよね。だよね。なんかじゃあ私文系かな、やっぱ一応。麻婆豆腐、黒と赤と白どれが好きです？全部全部、食べ物全部。そうだね。なんか要するに勉強したことない、おもろい。多分お姉ちゃんもそう。私のスポーツとかできとる人はね、いいよ。勉強できんくてもできた方がいいかもしれないけど、現代文一つコツつかめば。そう、なんかね、読み取り方のコツとかもあるもんね。そういうのとかも一個、なんか私もなんか現代文の本とかも買ったことあるんだよね。なんか友達がなんかこの人の現代文の説明めっちゃわかりやすいみたいな本を教えてくれて、結構こっちにもあるんですよその本。現代文をなんかすごくわかりやすく解説してくれてる人の本があって、それとかで見て、その後その例題とかを解いたらめっちゃ、わ確かに、わできたって、簡単だって感じやから、コツつかんだらいいんかね。やっぱ何でもそうだけど、英語とかもそうだけど、なんて書いてんこれ、チーズってさ、何、どういうこと、グラタン、グラタン、現代文は本読む人が得意。あーなるほど。私もあんま読まんけど、読み出したら集中はできるけどさ、本ってみんなそうか。けどその本も結構読めた。姿勢よくしとこう。んと、英語は永遠にコツつかめなかった。あれあれあれ、英語でもコミュ英より私も英語表現の方が得意だったかも。英語表現はなんか文法を結構やる方で、コミュ英はコミュニケーションだったから、なんかリスニングとかめっちゃ苦手だったんだけど、リスニングがあったから苦手だった。高校生の頃ずっと本読んでた。すごっ、真面目。めっちゃ高校生の頃本1個も読んでない多分私。まあ小説、港かなえさんのたまーに読むことあったけど、うん、マジ遊んでしかなかったかもしれない放課後は。学校ある時は本当めっちゃ勉強みたいな。すごい、リスニングできるの、すごい、リコチ系だね。トゥル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 ルルルルル。すごいね。なんでずっと質問してるの？コーヒーはブラック、コーヒーはブラックです。何これ美味しそう。ランさんありがとうございます。ケーキ、ちょっとわからん、何言ってるか。何言ってるかわからん。でもそういえばもうおはようメールを今送らなきゃじゃない、時間的に。送ろう。昨日もなんかこんな感じで配信後になったからめっちゃ忘れてたけど、送ろう。どの写真にしようかな。チャチャチャンチャ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 ンチャラチャン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 チャラチャチャララチャチャン
近めの写真にしよう。珍しくたどりを使おうかね。おはようメール書こう。じゃあミュートします。オッケー、送ります。送った。よし、オッケー。メール待っとります。待っててね。ねねねねね。でもやっぱこの時間になるとやっぱりみんないなくなっちゃいますね。お仕事の方が減っちゃって全然人がいない。メール待っててね。ね、寂しいよね、見れる人いないから。でも早起きはできん、これより眠かった。 ID とパスワード、 ID とパスワードはフェイス ID でバンってなるから余裕です。ラジオ代わりに聞きながら仕事、えらい仕事してるの。また水曜日だもんね。えらい、ありがとうございます。皆さんテレワークしながらありがとう。開店準備しながらラジオ的にありがとうございます。外で携帯で見てます。ありがとうございます。みんな結構外でも聞いてくれてた、優しい。そう、水曜日です。みんなどんな気持ちどんな気持ち。水曜日です。まだまだ長い、それともあ、もう水曜日って感じ。
竹マントルさんファイトありがとう。みんなもファイトだ。布団の中で見てる、あらいいですね。まだ布団なの？まだまだ長すぎる。いやね、そうね、まあ、水曜日もまだ長いか。でももう今週が終わっちゃうとあっという間に私たちに帰省の3周年ライブが来ちゃいますせー。みんなチケットまだ発売中です。ぜひあのアーナがアーナが言ってたので、アーナがマイキーさんみたいにね、アーキーになってね、アナキーわかんないなってね、待ってるよ満席にするぞって言ってるので、これに来る楽しみで今週頑張ろうみたいな感じで、みんな頑張って、無音でありがとう見てくれてる方。うん、くつろぎながら見てます、ありがとう。あ、おはようメール書いたから、テロップ変えよう。23日のライブこうしとこ。3周年しか生きがいがない、やばいじゃん。終わっちゃったら、じゃあ終わっちゃったらまた30日とかのハロウィン特別ライブみたいなとか、あでもあれ配信ないのかな、あれはどうなのかな。3周年は多分あると思うんですけどね、配信 DMM とかわかんないけどどれなのか。でもいつもの感じだと DMM か何万もワンちゃんかな、どうかな感じだとけど、だからまあ来れない方もお家から見れると思うんですけど、でも来てほしい、まだ一般チケット発売中だから、ぜひね、お見送りもあるしね。チャラチャランチャラチャラン、どれで配信されるかわかんないです。あ、初訪問の方おはようございます。 ST48 2期生のみほりんこと田中美穂です。やっほー。去年外したから2期生の初周年婚。おお、あそっか、去年そうなのか、去年は去年よりじゃあキャパが大きくなったということか。今年は嬉しいですね、ちょっとずつ成長できているということかしら。懐かしい、去年のも今年もどんな感じでしょうか。皆さん衣装も曲もお楽しみにっていう感じになると思うんですけど、ひーから少しでも衣装映えをさせたいので私は筋トレに励もうと思います。でもまだ宅急便まだ根拠、宅急便来るまで筋トレしよう。お腹はさすがにどうかなどうかな、どっちかな今の反応は。どうかなね、めっちゃ楽しみ、ぜひ楽しみにしててください。ユニットとかもね楽しみにしててほしいです。お楽しみにだよ、楽しみ。私もでもまだまだ来ないでほしい、ちょっとゆっくり来てほしい。まだ日付ちょっとまだあのまだまだまだですまだなので、うん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 、田中ネキマイキーみたいな。今回こそちょんまげなんでしませんよ、イモース引きずりすぎですよ。背筋中心、そうね、背筋中心っていうのがヒントにはなってるのかな、どうなのかな。まあただ単に姿勢もねよくこうやって座ってこうしていこうということで、
ふふふふ。お風呂前に筋トレしますね私は。もうその汗を流したいので筋トレで出た。風呂後は暑すぎてできないかも私。もうただでさえドライヤーの熱で結構長い間熱されて暑いので。でも夜に筋トレする時もあれば、今日みたいにこの朝の暇な日が暇な時間がある日は朝もして、まあ、夜もちょっと余裕あればぐらいの感じかも。今日2回できそうだから、今からと夜と。ドライヤーしてほしい。ドライヤー本当に苦痛すぎて、本当に誰かなんかやってくれる、もうマシーンとかないかなって思っても、こうやってちゃんとこうやって動いてくれるマシーンないかなって思うぐらい本当にドライヤーがめんどい。髪長いく伸ばせたのはいいんだけど、ドライヤーが嫌すぎて切りたいもん髪。そう、自然乾燥無理だろこの金傘では。痛みまくっちゃうので。髪の毛、私髪の毛乾かされるのが好きだから、美容室とかも、うん、気持ちよすぎて寝ちゃうぐらい好きだから。髪の毛、うんと、もう誰か乾かしてて毎日思ってる。トゥ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 。だって温泉とか行った時もさ、なんか髪長い分さ長いわけよねドライヤーが。だからさ人を待たせるというか、ママと私で行った時なんてもうやばいから、本当にめんどくさくなってきた髪長いの。切りたいな。成人式早く終わらないかな。髪乾燥機やばい、最高。あったらいいのに、なんか頭ピッて入れたらボロロロロロンって乾燥してくれたらいいのにな。本当に。でちゃんと傷まない性質のやつがいいな。マイナスイオンの風とかそういうのだったらいいんだけど。成人式終わりに髪切りたいって言ってる人多い。誰誰？STUもいる？やだ、止めよう、その人で私が切ろう最低。止めよう、被るから止めよう。でもいなさそう、STUの中では。リネとかも長いままが良さそうだし、アーナとかリンコもそのままな気がするし、ひなさんも切らないでしょ絶対。いないよね、STUでは。パッパッパパッパッパパッパパパッパ。アスミンね、一人か。じゃあいっか、しかも推しメンだしじゃあいっか。じゃあワンちゃん私切らせていただけるっていうことですかね。ガチ切りたいな。ちょっとね、ワンちゃん現実化してきた。これは髪染めたいはあんま今はないですね。インナーとかはちょっと興味あるけど。ひなさんも同い年けど、ひなさんはショートにするイメージないからしなさそうな気がするからね。他の2期生のメンバーもしなさそうなイメージだ。あずみも想像つかんないけどな、ショート。推しメンと推しメンと成人名とワンちゃん、てかワンちゃんってかカクちゃんじゃない？普通に多分あるから、イベントはなんか言う、
うん、あ多分あると思うし、しかも成人の日だから成人式は地元のアデレント思うみたいな感じだから多分あるから、こりゃ来た、おしめんに、おしめんと、おしめんちゃんと、うん、多分いや普通にあると思う、毎年あるから普通に、しかもいつも成人の日にある、成人の日じゃなかったら成人式出れたのにな地元のって思うけど、まあこのイベントも一緒に一度しかないからね、ファンの方と成人イベントできる人なんてこの世にね少ないから、アイドルしかできないから、これを楽しんでいこうと。お腹鳴った、お腹、お腹が空いてきたよって言うておる、なんかコーヒーでも飲もうかな。ミオリンがかっこいい、髪が短かったの。でも小学校の時はめっちゃショートだった時があるけど、でも高校入っても一回、高1の終わりぐらいで一旦ちょっとボブぐらいに一旦切った時もある。結構それメールで送ったことあるんだけど、それぐらいかな。でボブじゃなくて私は多分ショートの方が似合うって、肩にもうつかないぐらいのショートが似合いそうな気がする私って最近思ったんだ。なんかウィッグをかぶってみて思ったの、なんか肩につくボブのウィッグが届いたけど、それよりついてないやつの方がなんかちょっとシュッとして見えるというか、だからもう着るとしたらもうめっちゃシュッ、もうめっちゃ短くぐらいの方がいいんだなと思った。あ、ハブさん、いや そんなかっこよくならんと思うけどねハブさん今どんぐらいなんだ、ハブみずほさん。あでもうん、でも長さ的にはこんぐらいかね、こういうこんぐらいの、顎よりはちょっと長いけど、でももうこんぐらいみたいな。とか、あかわいい、こういうのやりたい、動きをつけてるやつやりたい、かっこいいよね。柴咲コウさんもショートなっててめっちゃ綺麗そうなんだ、調べよう。ツインテールはしないからできない長さでいいんですうわ、ほんとだ、かっこいい、柴咲コウさん、え、金髪ショート、かっこいい、前髪長めの短めショートいいね。え、そうなのよ、 STU のさイケメンキャラ今いないやん、だから私そこ撮りたい気がしてきた。キャラ変わってくるけどキャラ変わってくるけど、でも高音ボイスというよりは低音ボイスが得意だし。え、ハブさんはショートが断然いいと思ったけど、わかんない、個人の個人の趣味です、米印。昔ロングだったよね、だけどショートがいいな。うん、ねかっこいいショートいいよね。あのナナさんがその枠だったけどさ、ナナさんがもう STU からは卒業しちゃったからさ、だからちょっと私がやらねば、やらねばならぬ普通の喋り方がすでにイケボ、やっぱ、やっぱね出ちゃってるの、やっぱり出ちゃってるんだよ、やっぱだからやらなきゃね。かっこいい、マジ柴咲コウさんかっこいいね。ハブさんみたいなのもなりたいな。でもハブさん黒髪、あーでも黒く見えるフィルターはあった、黒髪じゃないしなと思ったけど、かっこええ、かっこええ、かっこええ、あいいな、かっこよくない、やりたい、めっちゃ絶対ハブさんショートだもん、マジでショート似合いすぎてるもん、垢抜けすぎてる、かっこよすぎる、かっこいい、ちょっと黒っぽいのあった、うん、国境のない時代調べとこう、チュッチュ
チュ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 チ決まってるって感じがめっちゃする、ね、あ、9時半なりましたね。まあよかった、この配信中にピンポンってならなくてよかった。てなわけで、じゃあそろそろ今日の朝配信は終わりたいと思います。夜も多分しますのでお待ちくださいませ。ではわけでランキング読みます。ではいきます。22位のみほりん草はあんみつアットみほんりんさん。そして13位渡辺さん。12位マーボーさん。11位みさきんさん。10位チョリ兄さん。9位たなしんさん。8位竹まつるさん。7位 F91 さん。6位タクトさん、5位トールンさん、4位アールグレイさん、3位アンパンマン劇団さん、2位森田茂さん、そして第1位自得さんでした。ありがとうございました。ありがとう。みんなお仕事の合間とかお仕事中とかお仕事準備中とかお休みの方とかありがとうございます。ということで、はい、今日の朝配信終わりたいと思います。最後じゃんけんして終わります。最初はグーじゃんけんチョキー。ありがとうございました。いろんな方が見に来てくださって嬉しかったです。そう、私もこの後筋トレして磨きかけていきたいと思います。3周年コンサートもよろしくお願いします。ということでバイバイ、またねー。